イピロス。イピロス、ギリシャ語は、ギリシャ共和国の広域自治体であるペリフェリア、地方の一つ。歴史的な地名としては、現在のギリシャとアルバニアにまたがるヨニア海沿岸の地域をす。古典ギリシャ語では、エペーロス、ラテン語では、エピルスと呼ばれた。日本語表記では、古典式の発音に基づく寛用型として、エピロスも用いられる。 現行の行政区画としてのイピロス地方はギリシャの北西部に位置しており西にイオニア海に面し北にアルバニアと国境を接している東はを隔てて西マケドニア地方やテッサリア地方と境を接し南は西ギリシャ地方であるイオニア海にはケルキラ島などの島々が浮かぶがこれらは歴史的にイピロスの一部とはみなされずイオニア諸島に属する ギリシャには地方区画の方法として行政区画であるペリフェリア地方とは別に九つの地理的な地方があるが地理的な地方としてのイッピロスはイッピロス地方の範囲と一致する歴史的なイッピロスは時代によって示す範囲が異なるがオウムネバルカン半島西南部のイオニア海とピンドス山脈に挟まれた一帯。 現在のアルバニアとギリシャとの間にまたがる地域である。現在の国境線は1913年に引かれたものであるが、歴史的にイピロスと呼ばれた地域を自国に帰属させようとする民族統一主義思想はギリシャ・アルバニアの双方に存在する。アルバニア側のギリシャ人が多く住んでいた地域は主にギリシャ人からと呼ばれる。イピロス地方は そのほぼ全域が山岳地帯である。ペリフェリア東部を走るはディナルアルプス山脈から続く山脈であり、多くの市脈を有する。ペリフェリアの最高峰は北部にある2637メートルであり、ピンドス山脈の最高地点でもある。スモリカス山周辺には2497メートルや山2249メートルがある。主要な山には アルバニアとの国境に位置する最北東部の2523メートル、南東部の2356メートル、南西部の1976メートル、ヨアニナに近い1810メートルがある。イオニア海沿岸にあるが、低地といえるような平地は、アルタプレベザを含むアンブラキコスワン北岸のヒラノマノアヘロンヒラの、イグメニザとマノヒラの程度しかない。 イピルス地方を流れる主要な川には、ピンドス山脈に源流を発して北東部を北西方向へ流れ、アルバニア領に入るアオウス川、アルバニア名、川がある。このほか、中央部を流れて、イオニア海に注ぐアヘローン川、コ名、アケローン川、カラマス川、東南部を流れて、アンブナキコス湾に注ぐが挙げられる。石灰岩室の山階は、多くの峡谷を作り出しており、 世界で最も深い谷とされるもイッピルスにある。主要な古障にはパンボティスコがあり、主婦、ヨアニナはそのほとりにある。ヨアニナ県にはビコスアオス国立公園やピンドス国立公園がある。イッピロスは地中海性気候であるが、内陸部は高山気候である。イオニア海から吹く風によってピンドス山脈の風上側に広がるイッピロスの 降水量はギリシャの他の地域よりも多い。イッピロス地方最大の都市は中部に位置する主婦ヨアニナ、都市人口61.629人、2001年国勢調査以下同じである。イッピロス地方の人口は工業やサービス業が盛んなヨアニア周辺に集中している。イオニア海沿岸部には南部にアルタ19435人及び、 プレベザ16,321人、西部にイグメニザ8,722人がある。イッピロスの名の元となった古代イギリシャ語のエペーロス、現地の西北方言やドーリア方言では、は、本土、陸地を意味していた。これは、コリントス人たちが入植したイオニア諸島に対する故障であったと考えられている。最初期に、キリシ人によって入植され、 ドリス系ギリシア人が定住した。アドリア海沿岸に住んでいた、イデュリア人と接していた。イッピロスは、紀元前六世紀から、アキレウスの子ネオプトレモスの子孫を称するモロッシア、王朝により統治された。デルポイに次ぐ格式を有していたドドナの神殿、神託書により、ギリシャ各地のポリスらも重要視されていた。イッピロスの王アルバースの名オリュンピアスは、 マケドニアをピリッポス2世と結婚し、アレクサンドロス大王を生んでいる。アディバースの死後、アレクサンドロス1世、アイアキデスが王位を継いだ。紀元前295年に王になったピュロスは、イタリア半島に侵攻し、南部、イタリア及びシチリアで、共和制ローマと争った、ユロス戦争。紀元前3世紀になると、イピロスの王朝はマケドニアへの干渉を始めたが、 紀元前2世紀には、共和制ローマの信仰に遭い、紀元前168年ローマにより占領された。146年には、マケドニア属州の一部となり、南部が旧エピルス、北部が新エピルスと呼ばれるようになった。イピロスの沿岸部は、ローマ人の交易地として繁栄し、アドリア海沿岸とビザンティウム、後のコンスタンティノポリス、現在のイスタンブールとを結ぶ。 エグナティア街道の建設、紀元前2世紀によりさらに富を集積することとなった。395年のローマ、帝国東西分割によって、イピロスはコンスタンティノポリスを首都とする東ローマ帝国の統治下に入った。都市、ヨアニナは6世紀頃に建設されたと考えられている。中世初期には、スラブ人がイピロス地方に居住するようになったと考えられているが、 その範囲や規模は明確ではない。9世紀から10世紀にかけては、第一次ブルガリア帝国の領域に含まれ、バシレオス2世によるブルガリア帝国征服により東ローマ帝国が支配を取り戻した。中世には、アルタやヨアニナにユダヤ人のコミュニティがあった。1204年、第四回十字軍により、コンスタンティノポリスが陥落すると、東ローマの皇族、 ミカエル・アンゲロスは、アイトーリアとイッピロスを占領し、アルタを主婦とした、亡命政権を樹立した、イッピロ先制公国。イッピロスは小アジアのニカイア帝国と並ぶ東、ローマ系勢力の拠点となった。先制公国の支配者たちは、ゲンピンドス三宮屋区星や、現在のアルバニアの大部分、テッサリア、マケドニアを統治下に置いた。この時代に、イピロスの地名が、北は、ドラキウム、 現アルバニア領ドゥラスから南はアンブラキコス湾に至る海沿いの地域の全域を指し示すようになった。1337年にはニカイア帝国が復興させた東ローマ帝国がイッピロスを併合した。1348年、東ローマ帝国の内紛に乗じ、セルビア王国のステファンウロシュ四世ドゥシャンがイッピロスを征服した。これを支えたのが アルバニア人傭兵であり、イッピロスにおけるアルバニア人の活動が記録された最初の例である。東ローマ帝国は諸公国としてヨアニナのイッピロス先制公国を再設置することで地域支配の回復を図ったが、アルバニア人たちが大部分の地域を支配下に収めた。アルバニア人に対抗したヨアニナのギリシャ人たちは、セルビア人のトマ・プレリュボビ、 1367年1384年、フィレンツェ人の血を引く1385年1411年、ケファロニア等の貴族1411年1429年、といった歴代の外来のイピロス先成功を支え、カルロイ世製特攻はアルバニア人諸子族を下して、イピスの統一を回復することに成功した。しかし、内紛が生じたために、 オスマン帝国はこの地を容易に征服することになった。1430年に、ヨアニナ、1449年には、アルタ、1460年には、アンゲロ・カストロが陥落し、1479年に、ボニサが陥落したことによって、ベネツヤ人が治めるイオニア諸島を除くギリシャ本土のフランク人、ムスリム側からの西欧人を称する故障支配は終焉を迎えた。 オスマン帝国の支配は15世紀から約500年にわたって続くが、イッピロスはしばしばオスマン帝国の完全な支配から外れている。ヒマラ、現アルバニア領やはオスマン帝国の支配に対する抵抗を組織し、一定程度の独立を保った。1443年にはオスマン帝国に侵入していたアルバニアの貴族、スカンデルベクが反旗を翻し、イッピロスの北部も 彼の支配下に入った。1468年にスカンデルベクが美容師すると、ベネツィアの支配下に入り、オスマン帝国がベネツィア人を下して、イピロスの支配を回復するのには15世紀の終わりまでかかることとなった。16世紀から19世紀にかけて繁栄の時期を迎えたヨアニナは、近代ギリシャ啓蒙運動の中心地となり、多くの学校が作られた。 18世紀になると、オスマン帝国の力が陰り始め、イピロスは、アルバニアの豪族出身のテッペデレンリアリーパシャに支配された。アリーパシャは1788年に、オスマン帝国から地方総督として任命されたが、ヨアニナを中心とし、現在のギリシャ西部からアルバニアにまたがる、半独立国を築き上げた。その時々に応じて、フランス帝国やイギリスとも手を結んだ。 アリー・パシャは1821年にギリシャ独立戦争が開始されると独立を確保しようとしたがバルカン半島におけるこれ以上の勢力の交代を嫌うオスマン帝国政府により1822年に殺害された。ギリシャが独立した後もイピロスはオスマン帝国領に留まった。1878年のベルリン会議によってイピロスの大部分はギリシャ ギリシャ王国が獲得することとなった。しかし、オスマン帝国とアルバニア人の政治機関であるブリズレン連盟の反対を受け、1881年にイギリスの仲介によって一部、アルタのみがギリシャに割上された。1912年10月、ギリシャを含むバルカン同盟諸国がオスマン帝国に戦線を布告し、バルカン戦争が勃発した。 第一次バルカン戦争、1912年10月1913年5月では、ギリシャ軍は、イッピロス全域を占いした。ロンドン条約、1913年5月によって、ヨアニナなどのイッピロス南部が、ギリシャ領として認められる一方、アルバニア公国の独立が承認された。引き続き行われた第二次バルカン戦争後、1913年によって、 境界線が引き直されたが、イピロスの北部はアルバニア領として残った。この条約の結果、少なからぬギリシャ人が暮らす地域がアルバニア側とされたため、地元のギリシャ人たちの間では不評であった。ギリシャ人たちはアルバニア側のギリシャ人地域をと呼び、民族統一主義に基づき回復されるべき土地と考えた。北イピロスのギリシャ人たちは放棄を行って、 独立を、主張、1914年2月にの建国を宣言した。激しいゲリラ戦の末、1914年5月に来た、イピロスとアルバニアの代表によるが取り交わさる。この議定書では北イピロスのギリシャ人が、アルバニアの主権の下で全な自治権を持つことが、列強によって承認された。しかし、1914年7月に第一次、世界大戦が勃発。 成立間もないアルバニア公国は国内に生じた反乱によって崩壊し地方政府が乱立した。北、イッピロスには1914年10月にキリシャ軍が侵中した1916年9月からはイタリア、フランスもイッピロスの占領に加わった。1915年3月に結ばれた戦後のアルバニアの措置に関する協定において北アルバニアはイタリア領とし、 アルバニア南部、北エピロスは、ギリシャ人自治区とすることが決定された。一方で、ギリシャ王国も第一次世界大戦への対応を、めぐって国内が分裂した。第一次世界大戦後のパリ講和会議、1919年において、北エピロスは、ギリシャが獲得することとなった。しかし、起ド戦争、1919年から1922年、でギリシャが敗北したことや、 アルバニアに利害を持っていたイタリアの要求によりギリシャは北イピロスを保持できなくなった1924年にこの北イピロスはアルバニアに統合されたイタリアは1939年にアルバニアを併合しイタリアのアルバニア侵攻。1940年10月には新英国であったギリシャに戦線を布告してイピロスに侵攻を開始したしかしながら イタリア軍は撃退され、ギリシャ軍が逆にアルバニア側に侵攻してきたイッピロスを占領下に置いた。これは第二次世界大戦における連合軍の最初の戦術的な勝利であったギリシャタリア戦争。1941年4月、ナチスドイツ軍がギリシャに侵攻し、イッピロスは激戦地となったギリシャの戦い。数軸国占領下のギリシャはドイツとイタリアが 分割統治を行ったが、イッピロス全域はイタリアによる軍政下に置かれ、にはアルーマニア人の祖国という名分のもとにピンドス公国が樹立された。1943年にイタリア王国が降伏するとドイツが占領者となった。イッピロスでは山岳地帯を利用してエラスを中心にレジスタンス活動が行われたギリシャでのレジスタンス活動。 第二次世界大戦後のギリシャ内戦においてもイピロスの山岳地帯が激しい戦闘の場となった。1949年、アルバニア国境ので最後の戦闘が行われ、サハノズの敗北によって内戦は終結した。ズを支援していたアルバニアとギリシャの戦争状態は、イピロスの領有権問題などの要素も相まって、公式には1987年まで残った。 1980年代からギリシャが来たイッピロスに対する領有権を取り下げ、両国の間の戦争状態を集結させるなど関係改善の努力が行われた。2001年の国勢調査によればイッピロス地方の人口は約35万である。これは13ペリフェリアの中で人口の少ない部類に属する。これには20世紀に繰り返された戦争や 経済状況によって大量の移民が流出したことが影響している。住民の大半は民族的なギリシャ人であるがマイノリティとして中世以来この地に暮らすアルーマニア人やアルバニア人がいる。ギリシャ政府の国勢調査では民族や言語についての調査を行っていいため、マイノリティの動向は公式には把握されておらず、マイノリティ言語の公教育も行われていない。 アルーマニア人、ブラフ人は、ルーマニア語によく似た、アルーマニア語と呼ばれるロマンス語を用いる民族集団で、バルカン半島南部に広く分布している。イッピロス地方は、アルーマニア人の多くが暮らす地域である。ギリシャ独立戦争で活躍した、政治家で、大ギリシャ主義、メガリーデアを唱えたヨアニスコレティスも、イッピロス出身のアルーマニア人である。ギリシャ政府は、 アルーマニア人を少数民族ではなく、民族的なギリシャ人の一部とみなしており、アルーマニア語による教育は行われていない。アルーマニア人コミュニティには、自身をギリシャ人であるとみなす派と、アルーマニア人としてのアイデンティティを主張する派が存在している。現在のアルバニアとの国境線は、バルカン戦争後の1913年に引かれたが、この時に、 多くのアルバニア人の村がギリシャ側となった同様にギリシャ人の村や町がアルバニア側のと呼ばれる地になった。北エピロスという言葉は主にギリシャ人によって使われアルバニア人側からは拒否感を持って受け止められている。テスプロティア県などの沿岸地域にはアルバニア人の一派であるが暮らしていたが主にアルバニア人からは チャメリアの地域名で呼ばれるが多くのギリシャ人からは危機感を持って受け止められる。イッピロスにおけるアルバニア人の動向は公式には把握されていない。イッピロス地方に天然資源は少なく山岳地帯の痩せた土地は大規模な農業の展開には適していない。農業や漁業も行われているものの、食料はギリシャの他地方からの移入に頼らざるを得ない。 古来重要な産業は羊やヤギの牧畜であり、ギリシャ市場の食肉の45%以上を供給している。また、イッピロス地方にはギリシャの有名な乳製品メーカーの多くが本拠地を置いており、とりわけ、フェタチーズ、羊あるいはヤギの父から作られるチーズの一種の生産で知られている。このほか、ヨアニア周辺ではタバコが栽培されている。 重要な産業部門としては観光業も挙げられ、特にエコツーリズムが盛んである。美しい自然や絵に描いたような農村の風景が、イッピルスを訪れる観光客の目を楽しませる。イッピルス地方は、以下の4つの行政区、ペリフェリア、構成地区から構成されている。これらの地区は、2010年の地方制度改革、カリクラティス改革以前は、自治体としての県。 ノモス、であった。域内に、鉄道路線はない。イグメニサは、イタリアとギリシャを結ぶ、交通の起点となっている。古代のエグナティア街道の名を用いた高速道路、a に、エグナティア街道、高速道路、E90 の一部を構成するが建設され、ギリシャ北部を横断する。このほか、ヨアニナとパトラを結ぶ、A5、イオニア高速道路が、計画、建設中である。 内の地名はペリフェリア外を示す。イグメニツァ港はギリシャの主要港湾の一つである。国内空港が二つある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。